Please welcome Akiko Nakajo, Managing Director, YouTube Japan.皆様こんにちは。 YouTube の日本代表の中条と申します。本日はご参加いただき誠にありがとうございます。さて、今年のブランドキャストのテーマは広告効果で選ぼう。 YouTube がなぜ高い広告効果を実現できるのか、その理由をユーザーの視聴行動とコンテンツのトレンドの観点からご紹介してまいります。 YouTube は2007年に日本語でのサービスを開始して、今年で16周年を迎えました。おかげさまで2023年5月現在、月間のユーザー数は7120万人以上。中でも45歳から64歳のユーザーはおよそ2680万人。幅広い年齢層、本当に多くの方々にご利用いただいています。ユーザー数だけではなく、チャンネル登録者数も成長が見られます。100万人以上の登録者を持つチャンネルは500を超え、昨年と比較して 25% 増えています。なぜ今でもユーザー数やチャンネルの登録者数が成長を続けているのか、その背景を正しく理解するために調査を実施しました。その結果、ユーザーによる YouTube の使い方は今でも進化を続けているということが分かりました。まずは視聴のマルチデバイス化です。今まではモバイルで視聴されることが多かった YouTube ですが、インターネットに接続されたテレビデバイスでの視聴が急増しています。2023年6月現在、コネクテッドテレビの YouTube の月間ユーザー数は3800万人以上。テレビデバイスにおける YouTube の視聴が浸透することにより、ユーザーのテレビデバイスへの向き合い方そのものが多様化しているということも調査結果から分かりました。例えば、気になる情報を詳しく知りたい。これは商品、サービスに関する情報や趣味に関する情報を動画で詳しく調べるといった行動です。情報が多く含まれたコンテンツというものは長尺であることが多く、コネクテッドテレビであればストレスなく視聴できます。次に、アクティビティのお手本が見たい。メイクアップやそしてレシピの動画を見ながらアクティビティを行うといった行動です。手元で作業しながらの視聴というものはコネクテッドテレビの大画面が非常に向いています。そして思い出を振り返りたい。過去に行った旅行先に関する情報を調べるといった行動です。思い出の地をテレビデバイスの大画面に映して複数人で視聴しながら語らい合うという方々が増えています。実際にテレビ画面の YouTube において旅行関連のコンテンツの視聴時間は前年比で 70% 以上増加しました。テレビデバイスにおいても YouTube は能動的に視聴されるため、広告1インプレッションあたりの検索数の増分が地上波のテレビと比較して 34% 高いということも分かりました。さて、実際に YouTube をコネクテッドテレビで頻繁に視聴されているユーザーの方々のインタビューを実施しましたので、どうぞこちらをご覧ください。税金に関して勉強しようと思って、まずふるさと納税調べて、あとは、まあ、税金関係ですね、仕組みはあまり分かってなかったので、そこは YouTube 通して勉強しました、ね、積み立てニーサと、ニーサとか、あとは不動産投資関係ですか、実際どうなんだろうとか。運動する動画だと、家の中でそんなに自主的に筋トレってそこまでしないので、テレビでやると、なんかジムまではいかないんですけど、そういうなんか自宅で運動ができる空間を作ってくれるって感じです。
同じ動画をですね一緒に見てるんですよね。だから非常に面白いのは共感し合って見てると楽しみが2倍なんですよね。同じものを見てるんだけど同じものを見てああだこうだって言ってるこの瞬間がすごく楽しい。 YouTube によってテレビデバイスの使い方が本当に多様化していることが分かりますよね。そしてもう一つの新しい視聴傾向は動画のマルチフォーマット化、特に短尺動画の視聴です。横型の動画が主流であった YouTube なんですが、2021年に提供を開始しました YouTube ショートにより短尺、そして縦型フォーマットの視聴も増え続けています。2023年7月の調査では YouTube ショートの1日あたりの平均視聴回数は前年比でプラス 110% と大きく成長しています。また Z 世代のうち 70% は YouTube ショートを利用しているという回答からも特に若年層の利用が進んでいるということが分かりました。こちらに関してもユーザーの YouTube ショートの楽しみ方をインタビューしてみましたのでご覧ください。短くて簡単気軽にこうやって見れるんで、なんかちょっとだけ時間があるみたいな、そういう時に、なんか YouTube って基本15分とかの動画が最近多くなってきてて、それを見るには時間がないけどでもちょっと見たいなって時に、なんか知らない自分が興味があることの関連で手短に紹介してくれるのでかなり助かるなっていう感じはあります。なんか短い時間でちょっとしたなんかギャグというかあるあるネタとか、それからあとは料理の過程がすごく短くまとまってるものとかをよく見ます。なんか料理したいなって時にパッと見て作ってみようみたいな。マルチデバイス化、そしてマルチフォーマット化がユーザーの視聴トレンドではありますが、安心してご利用いただける環境づくり、それがすべての基本であって私たちの責任です。その責任を果たすため継続的に注力しているのが誤情報、フェイクニュースへの取り組みです。一つ目はコミュニティガイドラインに基づく誤情報の削除です。人間による審査と機械学習を組み合わせて一貫した基準でポリシーを適用し、誤解を招くまたは虚偽の内容が含まれ深刻な危害を及ぼす可能性のあるコンテンツを検知しています。このような取り組みの結果、誤った治療法やデマなどを含む新型コロナウイルス感染症に関連する動画をおよそ1年半の間に100万本以上削除いたしました。2つ目は、信頼できる情報源からの動画を見つけやすくするという取り組みです。YouTube は情報の正確性が特に重要なニュース、政治、医療、そして科学情報などのトピックに関しては、信頼できる情報源からの情報を検索結果や、またおすすめの動画として優先的に表示するようにしています。例えば、特定の医療・健康に関するトピックを検索すると、信頼できる情報源が提供する動画を集めました医療・健康情報セクションが表示されます。しかし、最終的にコンテンツを選ぶのはユーザーの方々です。お一人お一人が誤情報、そしてフェイクニュースに惑わされないよう、情報を取捨選択する力を高められるよう、気づくきっかけを作り、そして共に考えていく、そういうことも YouTube の大切な取り組みと考えています。G7 広島サミットの関連イベントとして、フェイクニュースと日本、私たちにできること、社会としてできることが開催されました。こちらは Google も全面的に協力をし、YouTube の取り組みについては紹介をしています。また、YouTube 上では、本当かながあなたを守るというテーマのキャンペーンを実施いたしました。フェイクニュースが自分の日常に潜む問題であると気づいていただくための取り組みです。マルチデバイス、
そしてマルチフォーマットでの視聴が浸透し、時間と場所を問わずシームレスな視聴体験が定着。その結果、ユーザーの生活に必要不可欠な存在になっているからこそ、高い広告効果を実現できるのです。ここからはこの視聴トレンドを実際に動画の制作に生かしていらっしゃるクリエイター、そしてコンテンツパートナーの方々にご登壇いただきます。お一人目はメイクの動画において高い人気を誇るヒロビューティーチャンネルを運営されている小田切ヒロさん。お二人目はビジネス映像メディアピボットを運営されている佐々木紀彦さん。では早速ですが、ヒロさん、よろしくお願いいたします。